今ない〇〇を妄想する M8 招待招待伊藤への友人はです隊長でございます。前の動画で、恋愛の、要は女子の本音、男子の思いとして、まあ男子が頼りないっていう女性がいるよ、で僕はそれを受けて、そうだねと、お前ら男子ね、おごれよ、女性におごるべきだ、モテるぜそれやると、っていう動画を上げたんですけども、いろいろその反応があってですね、ありがとうございます、ありがとうございます、愛しています。でその反応っていうのは、例えば、これがあの、若干エニアグラムのを見てくれてる人たちからの反応がちょっと面白くてですね、例えば山々さんありがとうございます、からは、あこの方、すみません、エニアグラムの話で言うとタイプ5だっておっしゃる人、タイプ5っていうのは有利タイプで合理的な人、とても合理的に考えて物事を進める人たち、俗に言うなんか学者タイプ、ちょっと遠くから物事を見て分析してみたいな人たちですと。でこの方々、この方から言われたのは、僕は、女性以外に、女性以外にお金を使っています、なぜ女性にお金を使わないといけないのかっていう疑問が生まれますと。僕も生まれますそうなんですね、でこの方が言うのは、女性に使わないといけない必要性があれば、そうした行動を取ると思いますが、要は女性に割くパワーと理由がないのですと。僕と一緒ですよ。そう、このなんていうんだろう、有利タイプ同盟なんでその女性が稼ぎがあって他にお金を使うことが、それがまた有益なんであれば、別に結婚しなくていいんじゃない、っていうことをおっしゃってる、同意、同意。僕はだから口説きたいと思えばおごるし口説きたくなければまあおごれないし、別に女性が別に、ね、お金を使っていい気なら、やればいいじゃん、やればいい感覚だと、有利タイプ9、タイプ9、タイプ9、有利タイプで、楽観的、で同じく、よっこさんという方からもいただきました、ありがとうございます。よっこさんの意見としては、この方はご自身のことをタイプ4だっておっしゃってた、タイプ4で言うと、有利タイプで反応タイプ、反応っていう意味では私と同じ、何か物事があった時にこの人に知ってほしい、共感したい、自分の思いを共感してほしいっていう思いがある人なんですけども、この方も要は恋愛か趣味か、突き詰めれば幸福の追求になるのではないかと思いますと。私は、この女性です、私は男性に愛されるために自分磨きをする生き方を好みません、自己を成長させる趣味や学びのために生きていますと。ああ、わかりますなるほど。でこの異性に幸せにしてもらいたいのではなく、自分自身で幸せになりたい、わかりますねっていうこの有利タイプ4、5、9がですね、一斉にこの反旗を翻したみたい、反旗を翻した僕はこうやって肩を組んでね、みんな結婚しようぜ、男を金をおごれよって楽しく言ってた、でみんなもそれを分かってもらえると思ったんですけども、男はおごるべき、女性には優しくするべきだよ、女性を幸せにしてやれよ、優しくするべきは思ってますよ、だろ、あそうなんです、こことも同意はするんですね、まあ、あの優しくすべきは女性に限らないですよね、って思ってこうやって肩を組んでたつもりが、あれ誰もいない、まあ、肩を組んでくれる人たちはいると思いますよ、同じ思いの人たちは、あ女性にはおごるべき、おごるべき、でそこにまあちょっと違和感を感じる人たちがコメントするんでみたいなところじゃないですか、あ、違和感なんですね、これ違和感で思ったのは、あもうこれはプロレスだなと、プロレスっていうのは、ちゃんと受け身を取れる人、と本気で戦うという意味食らってみるそうで、ちゃうだろうと、歴史が証明するように、男女と付き合って子孫ができることで繁栄してきたんですと、で
男性の役割は女性を養う、うん、あこれは結構過激です男性の役割なんですと、うん、女性を守ることは、うん、これどうですか、間違ってますか、役割、そう男子の本懐、うん、本懐というかもっとこう生物的な話をすると、はい、こうまあオスもメスも、はい、まあ、生物的な感じなんだ、男と同じじゃなくて、はい、オスもメスも子孫を残したいわけじゃないですか。そうですね、うん、はいはい、自分の遺伝子を残したい、本能的に、本能的に、はい、生物的に、はい、ってなると男はこう女の人に認められなきゃいけないわけ、認められなければいけない、で女の人も男の人に認められなきゃいけない、はいはい、わけじゃないですか、はい、ってなった時に男の強さって何かだと思うんですよね。より強い遺伝子を女性が求めるのは必然ですよね、それは。でより強いっていうのが多分こう時代とかによって変わってたりはするかもしれない、はいはい、ただもう本当にライオンとかだったら本当に強さじゃないですか、もういかに美味しい肉を持ってこれるか、そうそう肉ですよ、肉ですね、はい、本当にこう狩りでどんだけ強いか、はいはい、パワーがあってだから体が大きくて、喧嘩が強いのが勝ちだったんですよね、ライオンだと言うと本当に肉体的に強い、はい、っていうのが多分野生の世界だと思うんですよ、はい、でこう人間の世界になってくると強さが肉体的な強さじゃなくなってきてるわけじゃないですか、どんどんそれは経済的な強さとか、はい、頭の良さだとか、はい、っていう感じでこう多様化してる部分はあるのかなっていう、便利な言葉ですね、多様化、はい、なのでこう本能的に肉体的にこういい体してる人を求めるみたいなのはあるかもしれないじゃないですか、あ強そうだっていうことですね、強そうだとか、まあ、特にイケメンとかもそんな感じはしますよね、はい、イケメンでモテる、まあ、より、うん、同じような、うん、イケメンであれば、イケメンであれば綺麗なことあれば認められるであろう、うん、そう選ばれやすいっていうのはまあ本能的に知ってますからね、こう自分の子供がイケメンになる確率が上がる、はい、上がると自分の子供もまた子孫を残せる確率も上がるみたいな、はいはいはい、感じで多分本能だと思うんですよね、はい、そういった部分も、まあ、嫌顔でもその学生時代に植え付けられますからねその思いは、そう冷えなる日によって、まあその学生時代なんて本当にないじゃないですか、お金とかっていうのはあんま考えないじゃないですか、まあ、顔か足が速いか面白いかですよね、そうそう、はい、なのでよりこう本能に近い感じですよね、はいはい、でそれがこうもっと大人になってくるとこう学歴だとか就職だとか年収だとかっていうところがこうどんどん会社とかそうですね入ってきて、はいはい、でトータルでこう評価するわけですね、女性は男性を、はいはい、で男性もこう子孫を残したいと思ったらそこにこうその期待に応える必要があるっていうのがあるんで、奢った方がモテるよっていうのは分かります。あ、僕の意見も分かる分かる、はい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 、奢った方がモテるっていうのは分かるし、さすがタイプ級お金がある人の方が、学歴高い人の方が、はい、いい会社に勤めてる人の方がモテるっていうのは、まあ、そういうなんか嘘でもアピールできるじゃないですか、うんうん、っていうのは分かります、はい、でそれをやるかどうかっていうのはこうまた有利に戻るなるほど、こっち側に戻るところで、要は僕のモチベーションがそこできるかどうか、あ、なるほど、うん、なのでこう普段の生活で自分を高めていこうみたいな、年収を上げていこうみたいなのは、まあ、頑張るとして、それは僕も頑張りますよ、うん、でそれとは別におごるって話になると、この人におごるモチベーションがあるからですよねでもなんかそれ、うん、教えられませんでした、女性にはおごるべきだよ、でまあ、そこにんってずっと思ってました。だからおごりたい人にはおごる、なのでこう男的に言うとこう魅力的な女性というか、口説きたい人、仲良くなりたい人、いい格好したい人にはこうおごるっていう感じですよね。確かその、うん、どこに強さを求めるか、うんうんうん、っていうと、でも顔も悪い、うん、頭も良くない、うん、っていう弱者がね、うん、勝負するには、うん、残された道って少ないんですおごるそうで、うん、その一つがおごるだった、だからおごるってとても簡単、うんうんうん、武器として、うん、でもこう財布の中のお金は有限ですよ、有限、はい、で多分タイプ5とかって合理タイプじゃないですか、はい、この有限なお金をどう使っていくのが最良なのかっていうのを考えると思うんですよね。 なのでこう自分のやりたいこととかがあるとそっちにつぎ込むお金が増えていく、なるほど、しだから本当にこう女性を求めれば多分そっちに使うお金も増えていくと思うんです。あ、そっちに向くこともあるんですか、ね、向くこともあると思いますよ。向くこともあるんですか、ね、だからこの必要性があればっていうのは多分そこですよね。ああ、なるほど、確かにおっしゃってますね、うん、女性に使わないといけない必要性があれば、うん、なんて冷静に
冷静に見てるんだという。だから僕的に言うと、口説きたいと思ったのが必要性があるみたいなところじゃないですかね。この人と仲良くなりたいっていうのはまたこう本能的な部分なんであるじゃないですか。僕の中ではおごるべきっていうルールがあったのかもしれない。あ、ルールにして男性、男のルール、うんうんうん、男のルールブックみたいな、うんうん、なので、まあ、いい格好したいっていうのはあるのでおごったりはしますよ。なるほど。だけどそれおごるべきって言われたらんって思う感じですよ。あ、で、うんと思った人からメッセージをメッセージが来たって感じですよね。そう、うん、ありがとうございます、はい、勉強になりました。でも、うん、今結婚が減ってる、うんうん、っていうのが、みんなそんなにじゃ問題と思っていない。うんと、なのでというか本当にこう結婚したいと思ってるかですよね。結婚したいと思ってるんだったら、まあ、それこそおごっていろんこうよりこう自分を強くアピールしていきましょうっていう部分なんで、はい、おごった方がいいと思います。こう好きな女性がいて男性がいて、そうなんですよね、男性はあれか好きな女性がいて、はい、っていう時にはもうよりこう強いアピールが必要だと思うんで優しくしたり。でまたでも面白いのはね、うん、その僕結構そのいい格好したりしようって思うのは、うんうん、対女性なんですよ。対女性、うんうん、女性に、まあ、かっこいいとかかっこいいとか、うん、あ、ちゃんとしてるね、うん、ダサいと思われたくない、思われたくない、まあ、この格好してるんですけどダサいと思われたくないと思ってるんですけど、うんうん、このヨッコさんはね、うん、人に愛されるために自分磨きをするのは、うん、っていう人もいるんだ、あ、うん、いるんだと思って。タイプ4っぽいですよね。なので認められたいのはあると思うんですよ。はいはいはい、うん、だけどそれはこう自分の個性としてちゃんと愛してくれる人を求めてるみたいなところじゃないですか。なのでこうファッションとかも流行を追ったファッションじゃなくて自分のセンス、自分の感性でっていうファッション でそれを認めてくれる人を求めてるみたいな、自分と人と違う、自分は人と違うんだって。でその違うところが自分の素晴らしいところだと思ってる。うん、なるほどね。で、まあ、タイプ4じゃないんで分かんないですけど、なんか違うかも、違ったらこう指摘して、はいはい、まあ、こうなんですよって教えてくれると参考になるんで。だから僕あの前隊長が言ってた、例えば男の集団にあのどんなおばあちゃんでも一人女性を入れるとみんながそのちゃんと格好をしだす、うんうん、ちゃんとした格好をしだすっていうのはすごい分かって、うんうん、あ、そうだよな、女性が入るとちゃんとする、うん、だから多分モテたい、モテたいというか、まあ、その要は人を意識してそういう格好をする、うん、だから僕、うん、男ばっかだったら、うん、まあ、別にいいやってちょっと思ったりもするんだろうなと思うんですね、うんうんうん、多分女性にいい格好をしたいっていうのは多分本能的にあるんだと思うんですよね、どのタイプでも、はいはいはい、うん、でそこでこう頑張るかどうかっていうと多分5だったらそうやって合理的に考えたりするんで。でもそうか、うん、今ちょっとピンときたのは、うん、でも確かに男ばっかの中でも、うん、僕は多分人にかっこいいと思われたいので、うん、あ、ちゃんとした格好は男ばっかでもするだろうなって今思ったんです、うんうんうん、でもそれは全部僕人に向いてるんですよ、うんうんうん、自分がどうかっこいいじゃなくて、うんうんうん、こういうふうに思われたいみたいな、うん、それはでもあるんじゃないですか。特にフィーリングタイプの人は多そうですよね。こう見られたい。あ、3の人だったら、まあ、なんかブランド物着たい、ブランド物とかこうエリートっぽく見られたいとか、なんかピシッとスーツ着れたりとか、はいはい、4の人だったら自分はこうみんなとは違う、ちょっとこう特別な人間だみたいなことを思われたいから、まあそういう格好、ちょっと独特な格好だったりとか、2の人はこう優しい人に見られたいとかなんで、服装じゃないかもしれないですけど、それぞれ皆さん、うん、お金に、恋愛に対する、うん、人に対する思いがちょっとずつ、ちょっとずつ。なのでこの5の人って知識じゃないですか。知識を貯めることで僕はこの世の中を生きていけるんだみたいなことを思ってる、知識とかスキルとか、はい、なのでこうそういうのを身につけていけば自動的にというか、こうそういう女性とかにも巡り合えると思ってる部分があるんじゃないですかね。秀でていくことで、そう、秀でていくことで自分の魅力が上がっていくから、東大の肩書きを持てばとか、まあ、うん、知識を持っておいて必要な時にそれを出す、うん、それを出すみたいなことを思ってるんで、おごってこう集めるとかっていうよりは自分を磨こうみたいな、知識を高めていこうみたいなことを思ってたり、意識してるかどうかは別として、そういったことを考え
感じてるかもしれないですよね。なるほど、うん、でも僕はこの動画でね、うん、なんかその問題だと言われている、うんうん、その経験を持つ、うんうん、キモい汚いおっさん、うんうん、でコミュニティが出来上がりつつあり、うんうん、結婚が減ってる、うん、少子化が進んでいる、うんうん、これはちょっと改善この動画でねって、うん、思ってたんですけど、うん、ちょっと苦しいです。なんか僕全部今の歌とか、うん、日本の映画とかもそうなんですけど、うん、基本男と女の恋愛の話じゃないですか、うん、ほぼかどうか分からないいろんな歌ありますよ。成功する話とかあ、まあまあ、うん、あのジャンプみたいなね、うん、そうそうそう、ジャンプみたいなジャンプみたいな話ですよね、うんうん、でもなんか大体まあ恋だ愛だの話じゃないですか、うん、でもみんな恋愛に興味があるんだろう、うん、って思ってる、うん、そこどうですか。あると思います。恋愛にお前の興味があるんだろう。だけど失恋にも興味があったりするじゃないですか。こう多分タイプ4的にいくと悲劇のヒロインなんで、こんなに頑張っても浮かばれないみたいなところが、そういう歌もあるじゃないですか。ある。僕そういう歌見ながらそうだねと思うの大好き。そう、あのそうそう、はいはい、米津玄師とかそんな感じじゃないですか。まあ、あるとね、なんか、うん、まあまあまあ、なるほど。4っぽいですよね、あの人は。あの方も結構自分の中ではコンプレックスがあったみたいですね、うん、容姿とかに対して、うんうん、で、この歌詞も4っぽいじゃないですか、うん、愛してるんだけど、あ、浮かばれないみたいな、アイネクライネとか。なるほど。そんな感じじゃないですか。なので、こうそれぞれがそう、それに酔ってるのが4ですよね、きっとプロレスですよ、プロレス。あのエニアグラムを知る中でのプロレスを若干今、うん、展開しております。だその悲劇の広い個人攻撃ではない、ない。エニアグラムのタイプ攻撃ではあっても個人攻撃ではない、うん、まあ、手放してきましょうですからね、まあ、健全度です。健全度です。エニアグラム的にいくと手放してきましょうなんで、そういうのがあったら気をつけましょうってところなんですけど、はい、でも要はそういうところじゃないですか。自分は悲劇の広いみたいなところにちょっと酔ってる部分がある、うん、なのですごい私ちょっとかわいそうみたいな歌詞になる。僕の言う、うん、みんなで肩を組もうぜも多分大きなお世話なんですよね、うん、多分まあそれぞれのタイプによってはみんな結婚しようぜ、結婚しようぜ、みんなあのグループ作ろうぜ、うん、っていうのも多分大きなお世話なんですよね、多分。なんか要はでも社会として少子化っていうのは大きな問題かもしれないけど、はい、個人としてはそんなに問題じゃないかったりすると思うんですよね。僕が結婚しようがしまいが、僕が生きていければ特に問題ないみたいな世界じゃないですか。本能はどうなんですかね、その、うん、その子孫の繁栄、子孫の繁栄が、子供が欲しいかっていうのと、女性とそういうことがしたいかっていうのでまた別物だったりするじゃないですか。本能はない。でもよく三大欲求とかで、うんうんうん、絶対性欲とかは入るじゃないですか、うん、で性欲はするだけでも満たされるわけじゃないですか。結婚して子供作らなくても性欲を満たしてる人は多分いっぱいいるんですよ。彼女を作るぐらいまでの人はいるわけじゃないですか。なるほどなるほど、うん、結婚はしてないし子供は作らないし、で結婚して子供ってなるとそこら辺のハードルもまた超えなきゃいけないですよね。将来子供を育てていくためにはお金をとか、あ、経済、うん、経済、はい、でそれが彼女は別にできるし、別に子供はいらないしっていう人だったら、彼女がいればもうそこはそれでもう満たされちゃうわけじゃないですか。でも50まで行って彼女とかですか。彼女とかですよなるほどそれがなんか許される世の中にはなってるじゃないですか。なってる。こうシングルっていうかバツイチとかもいっぱいいるじゃないですか、はいはいはい、でそうなってくると、そういう人たちは普通に彼氏彼女がみたいな人がいたりとかっていうのもまあまあ多いじゃないですか。なるほど。で例えば50になった時に子供って言っても、もう、まあ、男性はまだ20代を見つけてっていうのはできるかもしれないけど、リチャード・ギアが70でできたって言ってますからね、うんうん、なのでまあ男性はまだ可能性あるかもしれないですけど、女性はもうだんだんそういうのも、まあ、そうですね、はい、もう子供はもう考えられない年代ですよね、はいはい、50とかになってくると。よっこさんがおっしゃる通り、うん、まあ、幸福への追求、うんうん、ってなると、うん、確かに人それぞれ幸福、うんうん、求める幸福違うって言われると、まあ、うん、そう、なのでこう経済も多分関係しますよね。この人と結婚したら苦しい未来が待ってるみたいなはいはい、はい、ってなったら好きだけど結婚はしないみたいな選択肢も出てきたりするし、今日は多勢に無勢なんで、うん、はい、ちょっと引くとします、はいはい、でもこのなんか恋愛
恋愛観の話は僕は大好きなので、うん、ちょっと磨いてね、うん、ディベートですよこっからは。なのでなぜ俺の言ってることがみんな分かってもらえないのかっていうのをそこはでも僕ずっと分かり合えない気はしますけどね。ちょっといや大吾さんのようにね、うん、なんとか大学の研究でね、うん、こんなのがあります、うん、3つあるんですっていうのをちょっと用意して、うんうん、なんかモテるための要素とかだったらいけると思うんですよ。なるほど、うん、だけどその人の価値観を変えるのはなかなか難しい。誰からもモテる方法、うんうん、であればモテたい人は知りたいじゃないですか。あ、そうか、それ、うん、それじゃあ、うん、簡単、誰でも簡単にモテる3つの方法を考えていきます、はい、うん、調べて調べて、はい、誰でもモテる、うん、簡単にモテる3つの方法、乞うご期待。はい、乞うご期待。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございます。